戦闘御所定遠鏡と戦闘御所の一戦闘御所とは、大乗天皇、法皇、上皇など、退位した天皇の御所。戦闘とは、本来仙人の住みを指し、そこから転じて、上皇、法皇の御所を言い、さらに転じて、上皇、法皇の一生としても使われた。仙人とは中国で古くから信じられた理想的な人間像で、属性を離れて、 三山に陰遁することから、大位しと天皇の住まいの美少として用いられるようになった。貴人の住まいを御所ということから、戦闘御所と呼ばれた。上皇、法王は退位後、代理から退去して、戦闘御所に移るのを常とし、里代理が多く、それに当てられた。戦闘御所はまた、陰とも呼ばれ、これも上皇、法王の別称として使われた。戦闘御所には、 火星機関としての院長が置かれたほか、白川上皇の時には、この絵として北面武士の地に西面武士が設置された。現在、京都市上京区にある京都御苑内で京都御所の南東に位置している。これは1627年に京都新城の跡地に御水ズを上皇のために造営されたもので、正式名称は桜町殿という、 東部には広い池を中心に庭園が広がっている。はじめこぼり演習によって築定されたが、後にゴミ図の上校の移行により大きく改造されている。先頭御所の建築群は1854年の火災後再建されず、現在では庭園のみが残っている。1867年以降には、隣のおつなご店が残る大宮御所に組み入れられ、 皇室の京都における邸宅として整備された。庭園の南東周辺が空地であり、これを利用して、大正天皇及び昭和天皇の大礼の際に大上宮が建立された。平成初期にも京都芸人館建設地として、こちらも検討されたが、京都御苑の別の一角に建設された。なお、仙洞御所西北に隣接する京都大宮御所は、ご水のお天皇の中宮のであった。 東福門院の入院御所として造営されたものが元となっている。前述の通り京都大宮御所は、おつね御殿を改修を行いそれに伴い、仙洞御所との塀を除きこれを組み入れた。大正時代には、大宮御所のおつね御殿の内装などが洋室に改装されるなど住居としての実用性が向上し、仙洞御所の庭園を合わせた邸宅としての装いが整った。 現在では、大宮御所と仙洞御所を合わせた邸宅を単に、大宮御所と予備天皇、皇后方の京都府への行行計の際の滞在施設として使用されている。仙洞御所の地は、かつて樹落台の後ろ身として、太閤秀吉が築いたとよと家の本邸、京都新城のあった地であり、当時は太閤御所、太閤、上行を屋敷などと呼ばれていた。 豊臣秀吉が没した翌慶長4年9月に、大阪城から秀吉の性質の北万所が移り、居住した。彼女は、官営元年に没する。しばらくは、おいの木の下としふさが居住したが、官営4年に、ごみずのお天皇が上位の意向を示すと、幕府はこの地を仙洞御所と大宮御所の地として選び、御所建設工事に着手した。この時御所の規模構造について、 大阪城代から皇居より大きくしないことなどと細かな指示書が示されている。上位の移行は中宮野の,の東北門院所制の新能が溶接し一旦撤回され工事の進捗は緩慢になったと考えられる。寛永6年11月天皇が突如上位を決行すると工事を再開、翌7年12月に上皇は新鎌賀への戦闘御所に渡まししている。 この時多くの建物は二条城から官営行行の際に使用した建物を一臭い利用している。アフルンは豊臣家邸宅庭園の移行と伝える。1840年の広角上皇の法行後は大意史上皇となる天皇がいなかったことから、1869年の東京テントに伴う東京への皇室や御所の移転を経た後も従来をり単に、 戦闘御所と称されていた。2019年4月30日、第125代天皇秋人が東京天皇後初めて退位した天皇となり、上皇となった。その上皇の御所として、戦闘御所が東京にも必要となったことから、区別のために、従来の戦闘御所は京都戦闘御所と解称された。2019年4月30日、 第125代天皇昭人が退位して、上皇となり、翌令は元年5月1日に、第126代天皇徳人が即位した。これに伴い、東京都千代田区千代田皇居の従来の御所が、上皇の御所である、吹上戦闘御所に、道都港区元、赤坂赤坂御用地の従来の東宮御所が、天皇徳人の御所である、赤坂御所にそれぞれ改称された。その後、 2020年3月31日に、上皇は現在の赤坂御所が正式な戦闘御所として、改修されるまで道と港区高輪の高輪皇族邸に仮転居し、これを戦闘仮御所と称した。転居後、吹上戦闘御所は改修され、完了後に天皇が赤坂御所から転居し、天皇としての正式な御所となる。そして、 天皇一家転居後の赤坂御所が改修され、完了後に上皇が高輪皇族邸から再転居し、上皇としての正式な戦闘御所となる予定である。平安系の北西部を占める明神寺は花園上皇の戦闘御所である、萩原院を寺に改めたものである。ありがとうございます。